栃木は4対1で敗れてしまい、最終戦を白星で飾ることはできませんでした。栃木は今季を7勝14分け21敗の8点35最下位という結果で全てのリーグ戦が終了し、 J3 降格が決定。来シーズンは J3 の舞台で戦うことになりました。キャプテン、結果全然ダメだったけど、一緒に戦えたこと後悔してないから、来年も一緒に戦おうよ。俺たちはどのカテゴリーにいようと栃木が好きだから、絶対応援するから、最後までまたやろうって、いつからやり直そう。明治安田生命 J3 リーグ3シーズン目へ突入。今年 J3 は新たに J2 からやってきた大分トリニータと栃木 SC、 JFL から昇格してきた鹿児島ユナイテッド FC、 そしてアンダー23の3クラブが加わり、全16チームが頂点を目指す。試合数は昨シーズンまでの3回戦総当たりから2回戦総当たりとなり、全30節240試合に。さらに試合エントリーも J1、J2 と共通の1チーム18人となる。チーム数が増え短期決戦となった J3、 今新シーズンが幕を開ける。さあ J2 昇格、その前にまあ J3 優勝というのがあるわけですけれども、それに向けてのポイントというのをですね、我々3人で挙げさせていただきました。じゃあ私から言っていいですか。はい、もう私の優勝へのポイントはこれです。セットプレーでの得点、ゆうすけさんセットプレーのキッカーですからお分かりだと思いますけれども、今シーズン特に、ボール持つ時間が長くなるとおっしゃったじゃないですか。栃木をリスペクトして引いてくるチームが結構あると思うんですよ。そういう時に監督大事になってきますよね、これ。そうですね、はい、それなりの準備はしてきたつもりですね、はい。そしてじゃあ、はい、飯塚さんいきますか。はい、はい、じゃーん、得点 70, 得点70で、去年 J3 で昇格したチーム覚えてますね、もちろん、はい、山口に関しては前の3人、岸田、福光、島屋、はい、67点か8点ぐらいだったよね。3人で、はい、驚異的な数字、それプラス他の選手たちもで、総得点でいうと90点以上、96ですね、はい、やっぱり僕はもう得点監督前の、あえて名前は言わないんですけど、一人だけ言いましょうか、広瀬浩二、20点ぐらいこれもう絶対取らないと。そうですね、そんぐらいの、意気込みでやってもらいたいとは思ってます、はい、広瀬大丈夫か、20点いやもうあえて一人名前出すとしたらやっぱり広瀬浩二、20点ぐらいは取らないとなかなか難しいかなとは思ってしまう。では改めまして横山監督に今シーズンかける思いを伺いたいと思います。どうぞサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。はい、いよいよ開幕します。とにかく1年でJ2 に復帰できるように選手、チームスタッフ一丸となって戦いますので、ぜひスタジアムに来て一緒に戦っていただけたらと思っています。どうぞよろしくお願いします。栃木 SC VS ガイナーレ鳥取、7シーズン戦った J2 から無念の J3 降格となった栃木。しかし横山雄二新監督のもと、J3 屈指のストライカー大石をはじめ経験のある選手も揃い、1年での J2 復帰を目指す。1年で J2 に戻ったチームっていうのはないですし、あと僕たちは去年味わったその苦しい悔しい思いがあるので、それを絶対に忘れることなく J3 で戦いたいと思います。果たして勝つのは。1年での J2 復帰を誓う栃木 SC、 J3 最初の試合はこちらも J2 経験クラブガイナーレ鳥取との対戦となりました。栃木は 3-4-3 のフォーメーション、元藤枝のエース大石とプロ18年目のベテラン斉藤、
攻守の新戦力をいきなりスタメンで起用。対する鳥取は 4-3-3 のフォーメーション。新加入のベテランフォワードクロツとエースフェルナンジーニョとの組み合わせは柱谷新監督に初勝利をもたらすか。最初にチャンスを作ったのはホームの栃木でした。2分、攻守の要本間がミドルシュート。しかしここはキーパーに阻まれます。対する鳥取は25分、新戦力のクロツが自陣でボールを奪うとドリブルで持ち上がります。そしてペナルティーエリアの外からシュート。しかしここはゴールなりません。先制点が欲しいホームの栃木は32分、新戦力の佐々木がミドルシュート。枠には行っているもののキーパーの守備範囲、得点になりません。一方鳥取は前半終了間際、フリーキックのチャンスにフェルナンジーニョ。これはキーパーがファインセーブ。0対0で前半を終わります。迎えた後半、リズムをつかんだのは鳥取。61分、フェルナンジーニョがワンツーで抜けてクロス、合わせたのはクロツ。ここはディフェンスの大本に体を寄せられ枠を捉えられません。流れを変えたい栃木は73分、ここまでシュート0本の大石に変えてジャーン・モーゼルを投入。すると87分、山形からのロングボールにジャーン・モーゼル。これはクロスバー。さらにアディショナルタイム、広瀬のクロスにまたもジャーン・モーゼル。ヘディングで合わせますが枠を捉えられません。最後まで栃木は攻め続けますが、ここで試合終了のホイッスル。開幕戦は0対0のスコアレスドローに終わりました。慌ててしまったというか、公式戦初めてだったんで、まあ簡単に裏に蹴っちゃったりとか、つなげるところをつなげなかったりしてたんで、まあその辺は慌てずみんなで声を出して、はい、やっていきたいと思います。チームとしても J3 の開幕を迎えて、やっぱりそんなに簡単じゃないなというか、そういう宿題を与えられたと思っています。